皆さんこんにちは。昭和30年代の漫画文化をこよなく愛するウェブレトロ堂のケンです。昨今、日本も衆議院の解散騒ぎ、まあこれいつ行われるのだろうと、岸田政権も、思案しているところだと思います。まあ、世界情勢も混沌としている中で、ウクライナ戦争もなかなか終わりが見えないということで、来年再来年とどうなっていくのだろうという、まあ、漠然とした不安が、皆さんの中に渦巻いていると思います。まあ、そんな中、この動画ではですね、古き良き時代の、漫画文化、そして、それを書かれた偉大な先生ですね、漫画家の先生の、偉業を残すために、この動画を作成しております。本日、何をやるかということなんですけども、今日はですね、ビッグ X、 このバックのですね、タイトルにありますけども、まあ、ビッグ X について、少しお話ししたいと思います。まあ、作家はですね、知る人ぞ知る、誰もが知る手塚治虫先生です。もう、あまたある先生の書かれた漫画の数々。もう、本当に多いですね。宝島とかですね、古くは。そこからもう本当にね、様々な漫画、そして様々な分野で、活躍されました。その中で最も著名な鉄腕アトムですね。鉄腕アトムは、まあ、1952年から公文社という、まあ、出版社の漫画月刊雑誌の少年に、まあ、掲載されて、1968年まで続いた超ロングランの名作です。皆さんもご存知のように、アニメとか、かつては実写版の鉄腕アトム、これなんかも作られました。もともと鉄腕アトムというのは、まあ、1951年頃にですね、まあ、アトム大使という名称で、漫画化されていました。これが、1951年から52年ぐらいの1年間ぐらい、まあ、その、題名で、掲載されていたわけですけども、それで、1952年にですね、まあ、春頃に、鉄腕アトムという題名になりました。まあ、皆さんもご存知の方が多いと思いますが、手塚先生は昭和 3年生まれですか。で、平成元年の1989年に、残念ながらご逝去されております。生まれは、大阪市の、まあ、大阪の豊中市ですね。で、大阪大学の医学部を卒業されております。まあ、1946年1月に4コマ漫画のまーちゃんの日記帳という漫画で、漫画家デビューされたようです。まあ、本当これは有名な話ですね。で、さて今回紹介するのは、少年ブック、に掲載されておりますビッグ X です。まあ、この号ではですね、冒頭に、ハンス・エンゲルという、まあ、このサイボーグになったですね、まあ、少年がですね、ニーナという少女の前に現れるシーンから始まっています。ちなみに、ビッグ X は日本人の少年、アキラという少年が主人公になっています。そして皆さんご存知だと思うんですけども、ビッグ X というのは何かというと、もともとはですね、まあ、薬のことを言っています。で、ビッグ X という薬を飲むと、巨大化して、肉体が巨大化して、強靭な、まあ、肉体を持つ正義の戦士が誕生するというシチュエーションで、成り立っています。で、このビッグ X は少年ブックの1963年からですね、66年まで、連載されています。
で、肝心の物語ですけども、突然ニーナの前に現れたハンスですが、彼女に、非難されています。さあ、このストーリーはどうなるのでしょうか。この辺はですね、これからちょっと静かにしばらししばし漫画を見ていただくことにします。どうぞ。暴れるハンスとアキラ少年の戦いはどうなるのでしょうか。私の漫画紹介はここまでです。まさにハラハラドキドキ。幼い頃は次をもう早く見たい見たいという気持ちになりましたね。まあ本当に少年の頃はですね、漫画の終わり、これが次どう続いていくのだとか、これからどうなるんだろうと思いながらワクワクドキドキしながらページをめくっていった思い出があります。まあそんな思い出からもうね、何十年も経ってしまっていますが、皆さん、まあこの動画を通じてですね、さまざまな漫画家先生のですね、作品を紹介しておりますが、見られて、どういう思いで見られているのでしょうか。まあ60代、70代の方がこの動画の対象になっていますので、メインのですね、もちろん、若い方に見ていただきたいというか、この漫画文化をですね、やっぱ継承していただきたいという思いからこの動画を作っておりますので、どんどん若い方も、コメントをいただきたいと思います。へえ、こんなね、おじいちゃんの頃にこんな漫画があったんだとか。もう何十年も前にこんな漫画が出てたんだとかですね。まあもともと今の漫画家先生もそういうものを見ながら、育って、漫画の道にですね、入られた方もかなりいると思いますので、まあもともとの原点、昭和30年代の漫画文化は本当に現代の漫画文化を支える原点にもなっていると思います。いかがでしょうか。今日は、手塚治虫先生のビッグ X。これについて、少し話させていただきました。それではまた次回ですね。何をやるか。これをお楽しみに、お待ちください。そうそうそう。忘れてました。最後にですね、初めて漫画、この動画をですね、見られた方は、できれば、チャンネル登録ボタン。これをポチッと押していただければ、ウェブレトロ動、ますます、動画作成に熱が入ると思います。それでは、それをお願いして、今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。